上方浮世絵館の館長の高野です。当館は世界でただ一つ常設展示しております上方浮世絵の美術館です。道頓堀の役者絵を展示しておりますので、ぜひご覧くださいませ。歌舞伎芝居に出演する小さな子どもたちが芝居の要となる演目があります。子役たちが可愛らしさを見せるとともに、涙を誘うけなげさを演じることもあります。近頃歌舞伎役者の家に生まれたまだ幼い男の子たちの初お目見えや初舞台が多く見られ、観客を楽しませてくれています。芝居の中には子供が登場する演目もあり、その役は子役によって演じられます。主に親と子の愛情が深く描かれています。子別れや身代わりなど、親が忠義を貫くために子供を犠牲にするストーリーは、子役が重要な存在になっています。浮世絵にも多く描かれています。鎌ヶ淵二つ巴では、盗賊石川五右衛門と子である五郎一の釜茹での刑へ至るまでのストーリーなど、親にとって大きくなっても子供である親子関係など浮世絵を通して見ることができます。難波法善寺門前にある上方浮世絵館にぜひお越しくださいませ。心よりお待ちしております。